オールスター大感謝祭秘密の大トレーニング。いや、大感謝祭ではないよ。オールスター感謝祭だから。感謝祭タイトル変えないで。めっちゃ感謝しちゃった。いや、そうですよ。なんと僕たちオールスター感謝祭の朝霞ミニマラソンに出演させてもらうことになりまして、ありがとうございます。はい、でもせっかく出るからにはちょっと結果残さないといけないんですよ。結果残したいよね。そう、うん、で、まあ、僕らも別に特別それあの、ね、マラソンやってたとか、うん、今もやってるとかでないので、うん、決まってからちょいちょい走ってはいるんですけど、はい、なかなか進まない。なかなかね、トレーニング進まない。自分たちでとりあえず何してるか分かんない、ね、分かんないんだよ。とりあえず走って早く走るとかしかやってないんで、うん、ちょっとお願いして、なんと今日スペシャルゲストに来てもらいました。本当にこの方に教えてもらったら、うち取れるかもしれないぐらいのもうマル秘のトレーニングなんで、これ以降はちょっと有料なんですけど。有料だね、YouTube か。YouTube、 じゃあ YouTube か。YouTube なんで無料なんですけど、マジで今日鍛えて本気で頑張ろうね。頑張りましょう。今日トレ、コーチ呼んでます。はい、川口さんです。お願いします。お願いします。皆さんこんにちは。佐藤食品新潟アルビレックスランニングクラブの川越ひろやと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガチの人来た。ガチの人来てくれた。じゃあガチの人来た。全然全然嬉しい。オールスター感謝祭の4日前とか、4日前とか、4日前、3日前とか、はい、もうやれることは限られてますので、もう何でもするんで、はい、もう早くしてください。まず最初に体ほぐし運動とか、はい、ストレッチとか筋肉を伸ばした後に、まあ、ダイナミックストレッチで体を大きく動かしながら筋肉をほぐしていきます。ダイナミックストレッチ、はい、ダイナミックストレッチです。危なくないですか。まあ大丈夫です。お二人の能力なら問題ありません。その身につけた技術を意識しながら、実際に走って、実践だ。ちょっときついかもしれませんけど、はい、僕も一緒に走りますので。あら、はい、よろしくお願いします。昔やるぞ。無理のないように頑張ってほしいな。なめんな。お二人に早速質問です、はい、日頃からストレッチはやっておりますか。恥ずかしながらやってません。僕全然やってません。やってやってない。どんなスポーツでもそうなんですけど、やっぱり体の柔軟性がとても大切ですし、やっぱりいかに怪我をしないで練習を継続できるかが大切なので、はい、体ほぐしのストレッチは、はい、ぜひお風呂上がりにもやってほしいな。わかりました、はいはい、お風呂上がって30分以内がですね、やっぱりストレッチのゴールデンタイムと言われているので、そうなるんだ。お肌のゴールデンタイムみたいな。トレーニング後のプロテインと同じみたいな感じですので、はいはい、まず前の筋肉から伸ばしていきたいと思います、はい、ただ、どれぐらい柔らかいか硬いか私はわからないので、はいはい、まあ自分の、まあ、ちょうどいいかなっていうラインで止めてほしいなと思います。いい、はい、足首を寝かせた状態で片方の足、はい、折りたたみますか、はい、でそのままじゃあまず肘ついてみましょうか、はい、サッカーでよくやったのに、あ、本当ですか、はい、あ、余裕ですね。じゃあそのままもう背中つけますかね、はい、あ、素晴らしいです。もうこれができたらまず震えてきたら早くなりますか。まあ基本的には怪我はしにくいですよ、前の太ももの筋肉は。はい、じゃあちょっと伸ばしていきましょう。じゃあ次は膝を抱えてもらって、ここの、はい、股関節の方を伸ばしていきますので、はい、膝を抱えて膝をお腹の方につけていきましょう。いや、これマジ有料動画っすよ、本当に。 ありがとうございます。オールスター出る専用ですからね。オールスター専用マル秘の秘伝ノートみたいなんですからね。膝の裏を手で抱えてもらって、なるべくこうならないで、ちょっと膝をできるだけ伸ばした状態でお腹に近づけましょう。うわ、ここがだいたい90度ぐらいまで上げられると、まあ、問題ないなっていうところで。無理だね。いや、問題ないですよ。思ってた以上に柔らかい。よかったです、よかったです。さすがです。じゃあ、まず前回しで。10回回していきましょう。大きく大きく大きく。より自分の肘を遠くに、遠くで大きい円を描くイメージで。よいしょ。はい、じゃあ続きましてまたその場で動きやっていきます。手を上に上げてそのまま下に引きつける。じゃあ続きまして今度向こうに向かって歩いていくんですけど、はい、まあ、ちょっと動作しながら先にお手本見せると、1、2、1、2、1、2、まあ、顔は一緒に開いちゃっていいので、はいはい、ここをしっかり伸ばしていきましょう、はい、じゃあお二人この青い子に向かってどうぞ、はい、片方だけです、ずっと同じ手だけ。あ、そうです、そうです、そうです。あ、そうです。ちゃんとタイミングもあって素晴らしいです。はい。はい。はい。集中。どこで集中してるの。はい、OK です。膝を手で抱えてもらって、ぐっと上げて下ろす。で、ちょっと歩く。おー、本格的やな。反対、もう一回、でも次反対の足をぐっと上げて下ろす。ちょっと歩く。じゃあ、はい、お願いします。
あ、そうです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 。ぐっと上げていきましょう。そうです。いやこれでも本番前に俺らだけこれやってたらプロだと思われる。プロだと思われる。なんか違うみたいな、あいつら。ガチです。あ、ダメだ今の。もう一回やろう。はい、はい、よし、ここを持ってもらってグッと上げて下ろす。足首を持ってグッと上げて下ろす。そうすると伸びます。ぜひやってみましょう。はい、はい、じゃあどうぞ。ゆっくりですよ。とりあえず伸ばすことが目的。はい、 OK です OK です。そうですそうですそうです。これも片道だけでいいです。次グッと上げてストン。ここに体重が多分お尻に乗ると思うんですけど、はいはい、しっかり体重がお尻に乗ってることを意識して、次よよいしょよよいしょ。これちょっと向こうに向かってやっていきましょう。そうです。まあ、連続でやろうとせずとも、あのやりやすいように、はい、ちょっと歩いてやってもいいですし。そうですそうですそうです。お尻に、はい、しっかり体重が乗ってることを意識してください。いやダメだ。おー素晴らしい。手が使えてるってのがすごい。普通に素人の人がやったりすると手を使わないんですよ。手を使わなかったりして、こう足だけでやろうとするんですけど、2人何も言ってないのにちゃんと手を付随させてる。大変素晴らしいです。いや、まあ、いや本当に素晴らしいです。はい、ありがとうございます。本番の前のアップでも非常に活用できますので、はい、やっていただけたら。直前はもうこれですかね。もう本当に直前のアップ、本番前のアップに1回こうやってダイナミックストレッチやってから走ったりとか、はいはいはい、やっていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ以上ダイナミックストレッチでした。ありがとうございます。はい、先に説明しますと、効率の良い走り方というのはポイントが主に3つあります。3つ、はい、3つあります、はい、1つは足がですね、地面と接地するときに体の真下であること。あ、真下、これがまず。こうなるとダメなんですね。そういうことで、さすがです。2つ目がですね、体の足を体の前で捌く、回すっていうんですけど、足でこう前で回してる人は効率よく前に進めるんですけど、一回一回踏んで蹴ってグッと流れちゃうと、こういう軌道を描いちゃうと肉離れとか、こうよくある太ももの裏の怪我につながってしまうので、これ非常に気をつけてほしい。最後3つ目は、まあ体幹の強さですね。体こう長い時間走って疲労が溜まっても体がぶれない、まあ、こればかりはまあ、日頃の体幹トレーニングとか、ね、まあ、腹筋背筋が重要になってくるので、はい、まあ、ここの今からやるドリルだこの1番と2番ですね、はい、真下設置と、体の前で足を回すというところを重点的にやっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。お願いします。片足だけでいいので強調していきます。角度を強調といって、まあ、先のお手本見せますね。じゃあお願いします。そうですそうですそうです。で、できれば真下に下ろす。そうですそうですそうです。今綺麗だった。下ろして、はい、そうです。次は、空中で切り替えます。最初構えてもらって、左足上げてもらって、トン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 ポンポン止めてもらって大丈夫です。止めるときにちゃんと、そうそうです、体幹を、体幹で止める止める、空中で切り替える。そうですそうですそうです。上手、はいはい、体幹で止める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 。綺麗です綺麗、2人ともうまい。足関節90度忘れないで、つま先上げる。はい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 、はい、OK です。ランニングドリルの最後の締めはやはりもも上げになっていきます。切り替え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 、そうそう、その前でいいですよ。そう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 、楽しんでる楽しんでる。ということで以上がランニングドリルでした。ありがとうございました。インターバルトレーニングをやっていきたいと思います。インターバルトレーニング、はい、これがもう今回メインですね。そうですね。じゃあ1本目いきます。お願いします。はい、行きましょう。集中、はいよーい、スタート、はい、はい、よー、はい、スタート。ぐるーっと回りましょう。ちょっと遠回りになっても OK です。そうです、そのまま行きましょう、そのまま行きましょう。はい、ぐるっと回って、そうです、前さばき意識、前さばき意識、
はい、OK です。なるほど。これきついな。OKOKOK。もうそのまま行っちゃいましょう。はい、ぐるーっと回って。あ、いいですよ。ちゃんと真下で設置できてます。さっきよりペースはいいことですけど、はい、そのまま頭をリラックスしながら、リラックスしながら転がるように転がるように、はい、 OK でーす。28秒3、はい、ぐるーっと回って、まあ、あとはもうゴールに向かってリラックスして転がるイメージ、はい、 OK。 27秒7、はい、気持ちリラックス。いいですよ、行って行って行って。いいよいいよいいよ。足の軌道がいい、とてもいい。はい、直線しっかりまとめましょう。はい、OK。 27秒0。どんどんタイム上がってる。じゃあ最後ちょっとペース上げてみます。はい、じゃあいきますね、ラストいきます。待ってください。はい、いいですか、いきます。よい、はい、あ、ラスト、田村、しーちゃお、出しーちゃお。はい、オッケー、お疲れした。急に止まらず、急に止まらず行きましょう。25秒0。インターバルラン、お疲れ様でした。よっしゃ、いやー疲れた。最高だったね、ちょっと出し切ったね、出し切った。いや、素晴らしいです。もう5本って決めてたのに、まさかの自己申告でプラスアルファ6本ということで、でかいよ、感動しました。はい、ここで質問です。はい、今からやるトレーニング、1種目目がこれをキープするんですね。はい、で2種目目がこれをキープするんですね。はい、3種目目がこれをキープするんですね。はい、で4種目目が上げ下げ上げをキープするんですね。はいはい、中学生高校生はこれを40秒でした。40秒20秒休憩、40秒20秒休憩、40秒20秒休憩、40秒でした。はいはいはい。でもそれでも悲鳴を上げてました。どうしますか。40でも30でも20でも。まあ僕らアーティストですよ。そうです。実はダンスやってるんですよ。歌ダンスやってて。なるほど。体幹強いはずなんで。当たり前じゃない。うん、40秒は全然いけんじゃないですか。じゃあ40秒。はい。40秒いきます。はい、お願いします。全然ね。やっちまった。よし、はい、スタート。その時手はもうリラックスしていいですよ。もう基本は。ここからのここっす。はい、あ、早くない？はい、10秒。そうです、ここから入ってるイメージで、そうです。きつかったか、40秒きつかったか。頑張れ。ここはリラックス、上半身はリラックス。はい、20秒経過、あと半分。いいっすよ、いいっすよ。あ、強い強い強い。あ、落ちてきてる落ちてきてる落ちてきてる。はい、残り10秒。はい、種目に残り10秒。はい、5、4、3、2、1、はい、締め組終わり。はい、30秒休憩、はい、20秒やったんですけど30秒にします。はいはいはい、大丈夫。はい、2種目目まで残り10秒、次ちっちゃくバタ足しましょう。40秒、頑張れ。はい、はい、5秒前、4、3、2、1、始め。はい、はい、そのペースでいいです、そのペースでいいから、しっかり行き続けましょう。はい、上げすぎっすよね。頑張れ頑張れ、あ、でも行ける範囲で、行ける範囲で、頑張れ。ちょっと待って、カップ無理だこれ。頑張れ。はい、残り20秒。ちょっと上げてくれば。あ、そう、やれば姿勢でいいので頑張りましょう。頑張れ頑張れ、残り15秒。はい、ラスト10秒、素晴らしい。足の根元からちゃんと上げ下げします、素晴らしい。頑張って頑張って頑張って。はい、5秒前、4、3、2、1、はい、OK。 30秒休憩をちょっと上げます、40秒休憩で。30目いきますよ、大きいバタ足ですよ、次大きいバタ足、大きいのやばいぞこれ、大きいバタ足で、膝こうならないように、こうならないように、
こしっかり根元から。根元からね。はい、根元からいきましょう。分かってはいるんだ。いきます、大丈夫ですか。はい、5秒前、4、3、2、1、始め。上げ下げ上げ、大きく大きく大きく、そうです、スペース任せるのでしっかり続けましょう。あー、素晴らしい、うまいうまいうまい。手も来ちゃう。いいですよ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 、ちゃんとお腹から開けてるので OK です。あー、頑張れ頑張れ頑張れ、あー、膝だけになっちゃってる。根元根元頑張れ、強い強い強い、すごいすごい、頼んだ瞬間。頑張って頑張って、1分休憩します。はい、ちょっと間入れましょう。ちょっと待って、やってたやってたよ。3、2、1、始め。上げ下げ、両足の手上げ下げ上げ下げ上げ、最悪きつかったらキープだけでもいいです。最悪きつかったらキープだけでも OK。 これでもきつい。あ、頑張れ頑張れ。上げ下げ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 、あー、待って待って待って、あー、はい、あと20秒、半分いった半分いった、半分いきましょう。ギッツ頑張れ頑張れ、大丈夫、足がつることはないから、つっても腹筋つっても腹筋だから。はい、ラスト、もう10秒切ってるよ。はい、5秒前、4、3、2、1、はい、終わり。お疲れ様でした。いや、本当に1日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってください。本番楽しみにしてます。マジで頑張ります。ありがとうございました。ちょっといい結果を報告できるように。テレビ見てますので。頑張ります。まあ、でも全力俺ら出し切るんで。やりきりはします。やりきろう。出し切ろう。後悔ないように。頑張りたいと思います。頑張ります。辻さんでした。